皆さんこんにちは。 ITS 新潟卓球クラブの堀部です。今日も日本大学の伊藤選手にお付き合いいただいて動画を撮っております。よろしくお願いします。今日は、せっかく来ていただいたので、伊藤選手の得意技であるバックストレートの、ドライブ、これを実績にちょっと見せていただきたいなと、はい、思っております。よろしくお願いします。これ映像でどういう風に見えてるんだろう。これ本当に受けてからしたら全然ストレートに来る感がない。これちゃんと映像で伝わるのかな。ちょっとアングル変えてもう一回撮ります。これ映像でちゃんと伝わったのかどうかよくわかんないんですけど、本当にストレートに来る感が全く感じられないです。多分スローで見たらわかるんでしょうけど、普通のリアルタイムじゃ全然わからない。いやこれすごいな。ほんとびっくりした。これしかもストレート行ってあの感じだったらノータッチ量産できるだろうし、あれ取れても相手いいボールにならない。そうですね、クロスにしかほとんど来なくて、もう次に自分がフォアで待つことができるんで、まあ、そこで自分がどっちに打っても点数になるような展開が多いです。いや本当にそのイメージすごい出ました。実際にはじゃあ試合中はどういうふうに詰めていくことが多いですか。ストレートで取れました、相手が取った場合でどういうふうにいくことが多いですか。そうですね、そこでストレートにやっぱり打つことが、ストレートに打ってやっぱ相手を左右に動かすしたりとか、まあ、最初の方ストレートで打っといて、もう相手がちょっと感づき始めたら1本クロスいったりとか1本ミドルいったりして、まあ、相手を困惑させて、もうどこに行くか分からなくするっていう展開にしてます。なるほどなるほど。これちょっと説明難しいかもしれないけど、やり方というか伊藤選手的なポイントを教えてもらっていいですか。そうですね、やっぱ自分はこう体をストレートに打つ時に変えてしまうとやっぱり相手に分かりやすくなっちゃうと思うんで、体はバックバックのままで手首を少しだけフォア側に回すっていう感じで、まあ、自分が好きな選手が松平健太選手で、松平健太選手ってこう結構手首をこういろいろ使ってここで回転かけたりとか、それを昔見てたんで、それがこうやりたい、自分もやってみたいなっていうので、それを真似して手首だけでストレートに回すような技ができました。ちょっとじゃあ実際にこれ近くで見てみたいと思います。結構こうやって見てみると割とこうシュート回転できてるんですね。そうですね、はい、ね、逃げるようなボールになるので、うんうん、やっぱそれがなおさら遠くなんで取りづらいっていうのをよく言われることがあります ね。これ意識としてはラケットはこう使ってますか。上に振るっていうよりかは自分はこう、ね、ネットに叩きつけるような感じ、ボールを叩きつけるような感じで若干こう下に右斜め下に振ってるような感じで、ね、振って威力を出すようにしてます。こうボールが横から見たときにこう刺さっていくようなボールになるから、はいはい、なるほど。これちなみにクロスに打ってるときの振りも下に下に打ってます。クロスのときは自分は上に打ってます。ああ上に打ってストレートに送るときだけこっち下に流して、なるほど。スイングの際
イズはクロスとストレートで変えたりしてます。自分的には変えてない、そんなに変えてないです。変えずに変えるとそれもちょっと分かりやすくなっちゃうと思うので、うんうん、同じような大きさでやってます。なるほど、まあ、どちらもかなりコンパクトにまとめて、よくこうバックハンドの時に手首を使うっていう表現を、まあ、すると思うんですけど、伊藤選手的には手首をこう使ってこう内側にこうラケットのこう角度シュートを予防するのにこう角度つけるのに使うってことはあると思うんですけど、こうドライブをするのにもこう手首を使ってるっていう感覚って結構あります。感覚的にはあんまりないですね。やっぱり手首に使うとやっぱ少し遅れちゃう部分があると思うので、そんなに打つとき手首をこう意識してこう回すっていうよりかは、普通のバックタイバックのときは腕振ってストレートのときだけ手首をちょっと回してっていう感じです。なるほど。腕って言ったときになんかこう伊藤選手的なイメージがこうあるところっていうと、どのあたりですか？腕の、ね、この辺。じゃあここ全体をこう使っている、はい、うん、そういう感じなんだ。なるほど。今みたいなこのじゃあバックハンドのこういう腕を振ってる感じっていうのは練習の中でこう見つけていってる。はい、そうですね。自分がまあ教えてもらったとかっていうよりかは自分で練習してみて、どの打ち方が一番打ちやすいかな、どれが一番入るかなとか、どれが一番威力が出るかなって試して、うん、で、ついた先がこの近くだったので、なるほど、なるほど。あ、伊藤選手はこのバックハンドを明確にこういう近くだっていうふうに教わったっていうよりは、自分で考えて出てきたっていうか、こういうボールにしたいっていうのが先に出てきて、それに対して、じゃあ自分のこの近くだなっていう感じの考えがあります。というよりかは、プレー的にやっぱり一番なん威力とか回転よりかは入るのが一番ベストなので、やっぱり どうにかして入れるってことベストなので、どの打ち方が一番こうどんな心理状況でもきつい場面でも入るかなっていう打ち方をこう考えてやってたらこうなったっていう感じ。なるほど。結構やっぱじゃああれだけの勢いで、まあ、打ってるけど、まあ伊藤選手的にはまずミスはないだろうってちゃんと思える範囲にちゃんととどめながらあの質で出してる、はい、うん、これもねすごくこう選手らしい、こう1点とにかく絶対もぎ取らないといけないっていうのをたくさん経験した選手らしいコメントですね。うん、いいと思います。ということで、すごくいい技術だったと思います。いや本当にあの驚いたというか、まあ、現役の選手のボールを久しぶりに取ると驚くこと多いんですけど、にしても結構衝撃的なあのボールでした。あのこれをなんとか編集をちゃんとして皆さんにお届けできているといいんですけども、はい、ということで本日はどうもありがとうございました。